大滝修司6月6日から2012年10月2日は日本の俳優、ナレーター、実業家。以下は聖四人。君党は朝日、茂光は明。文化功労者。株式会社劇団民芸代表取締役などを歴任した。本名同じ。身長167センチメートル、体重63キログラム、血液型大型。 母親が里帰りしたため出生地は新潟県原上越市であるが生まれてすぐ戻ったため出身地は東京2011年に文化功労者として検証された名優の一人として舞台テレビドラマ映画テレビコマーシャルと60年以上にわたり幅広く活躍劇団民芸に所属し宇野十吉没後には奈良岡智子と共に代表を担っていた 趣味は将棋。1987年から1988年にかけて活動した女優の大滝組は次女。同期には奈良岡、内藤武俊がいる。1943年に旧西市立駒込中学校を卒業して三田の電話局に勤務した。1945年に通信兵として招集される。戦後は、 大手町の電話局で新中軍を担当した。帝国劇場で研究生募集のチラシを見たのがきっかけとなり、1948年に東京民衆芸術劇場附属俳優養成所に一期生で入所後、1949年に風の吹く一幕で初舞台を踏む。しかし、同劇団の創設者である宇野十吉に感高くかすれた。 独特の声を指して、お前の声は壊れたハーモニカのようだから演劇には向かないと思うと評され演出部へ移った。1950年の民芸創設に参加し、旗揚げ公演のチェーホフのカモメに出演する。1952年には、犯した者の,の代役に起用されたことがきっかけで俳優に転じ正式に劇団員となった。 長年裏方ばかりの不遇時代が続くが、1970年の舞台、審判の演技で、木クニア演劇賞を受賞。時に45歳での受賞であった。以来、民芸の看板俳優の一人として、数多くの舞台に出演した。巨匠、浅草物語、ラクダなどが、舞台の代表作であり、演劇賞も多く受賞している。 2011年には多年にわたる演劇活動に対する功績を評価され文化功労者に推挙された。映画では1952年に公開した新藤金人監督の原爆の子など民芸がユニット出演した作品などに早くで出演していたが1955年のここに泉ありでまともな役を演じた。また、当時、 民芸が日活と提携契約していた関係で1960年代は日活のアクション映画などに主に悪役で出演した。1970年代以降も巨悪や黒幕役を数多く演じ、山本札夫監督の社会派映画、華麗なる一族、金冠職、不毛地帯で大物政治家を演じる一方、今井正監督の兄、妹では、 主人公の父親役で、ブルーリボン賞の助演団優勝、キネマジュンポー賞の助演団優勝、第1回放置映画賞の助演団優勝を受賞。映画では、市川今夜痛み13作品の常連として活躍。特に市川作品では、近代地康介シリーズ前後作に、解禁出演しており、痛み作品ではコミカルな役に起用されている。 このことから1970年代半ばの対策ブームでは引っ張りだことなり、1977年から1979年の3年間で全国公開された対策の実に8割近くに出演した。テレビドラマでは悪役を経て、1975年から1981年にかけて地方の巡査を演じたうちの本館で主演。 1977年からの8年間にわたっては、特捜最前線で、船村一平刑事役で、レギュラー出演し、認知度が上がった。ひょうひょうとしつつも時には月光するという独特の芸風が人気を集め、関根勤とむのモノマネレパートリーの一人としても、知られるようになる。モノマネは、大滝公認であり、1999年には、真似して真似され、 二人旅で関根との共演を果たしている。江口隆也の考案した体操で、ハップという掛け声を言わされたことから、あだ名は、ハップであった。2002年から、俳優の岸辺一徳と共演している、大日本女中菊の CM では、白心かつユーモラスな演技を見せ、この CM は2004年に、東京コピーライターズクラブ賞のグランプリを受賞した。戦術のモノマネも、 この CM のセリフが使用されることが多い。ヤズヤの CM の中ではうのに、自らの声を、壊れた、ハーモニカと評された、戦術のエピソードを吐露している。これはンに舞台演出家への転向を促された、ものであった。大滝自身も自分は声も顔も悪く、若い頃より不景役を演じることが多かったと、振り返っており、様々な老人役を演じた。 2011年6月から7月にかけて行われた舞台機関が最後の舞台出演となる。2012年春に体調を崩し舞台後ろ姿のしぐれてゆくかへの出演を取りやめた。10月2日午後3時17分、廃片平場悲願のため東京都内の自宅で死去した。87歳没。最後の作品となった映画、あなたへ、で共演した。 高倉健は、大滝との共演シーンで涙を流したと語っており、あの芝居を間近で見て、あの芝居の相手でいられただけで、この映画に出てよかった、と思ったくらい、僕はドキッとしたよ。あの大滝さんのセリフの中に、監督の思いも、脚本家の思いも、みんな入ってるんですよね、と振り返っている。改名は芸生、随言演習成功寺天皇から、一般の公伝にあたる。 再資料を貸しされた。奥村幸述とは、将棋仲間だった。ありがとうございます。